ちゃん富士山に登っております。はい、こちらねサービスエリアにやってきております。というのも今日はですね、はい、東京に向けて出発しておりますよ。サルちゃん、はい、着きました。こちらなんと湘南来ましたよ。じゃあ見てください。はい、サーファーたちが泳いでおります。ということでトルちゃん今日、はい、こちら見てください。トルちゃんと一緒に江ノ島に行ってみたいと思います。じゃあ行ってみます。さあ江ノ島のマップになります。こんな感じで江ノ島神社とかこのね上の方まで上がれるみたいなので、ちょっとね上がりたいと思いますよ。トルちゃんお腹も空いたのでご飯も食べたいと思います。はい、見てください。こちら江ノ島来ましたよ。トルちゃんと一緒に楽しめるということなので行ってみたいと思います。それからそれからトルテチャンネル。お腹が空いたのでこちらじゃーん、しまわらしさんにトルちゃんと遊びに行きたいと思います。こちらね、こんな感じでテラス席ペット大歓迎というお店になってます。トルちゃん嬉しいね、一緒に食べれます。こんな感じ見て、ハーフ丼とかこんな感じでいろいろ美味しそうな海鮮丼があります。こちら海鮮たっぷりのメニューがいっぱい。でも江ノ島に来たということはこれですよね。これ生しらす丼。トルちゃん今日はね生しらす丼があるということなので頼みたいと思います。ワクワク。そしてこちらじゃーん、ワンちゃん用のねお水も用意してくださったんですよ。すごいねワンちゃんに優しいお店になってますよ。じゃーん、見てー、すごくないですか。ママのが生しらす丼です。今日のね朝とれた朝どれ生しらすということで、ワクワク嬉しいです。やばい、うまそうだよね。じゃーん、見てください、生しらす。うん、めっちゃ美味しい。うーん、最高。めっちゃ生しらすとろとろです。はい、トルちゃんはこちら、うわー、おやつサプリバクバク。ママたちが食べてるからね、おやつ食べて待っとこうね。あ、それからそれからトルテチャンネル。はい、トルちゃん、ご飯も食べたことですし、こんな感じで来ましたよ、江ノ島のところ。登っていこっか、江ノ島神社まで行かないかんね。はい、今日はね平日なんですけど、すごい観光の方がいっぱい来られてますね。面白い、これ湘南デニムソフトだって。トルちゃんデニムレモネードスカッシュ、デニムな、やば、めっちゃ身も青いんですけど、すごいね、みんな食べてるよ。トル、はい、デニムだって。はい、クマさん、クマさん、トルテさん。はい、江ノ島といえばこちら朝日本店さんのタコせんべいですよね。見てください、じゃーん。というか、はい、ママたち1時間半とか並べないので、はい、こちらのお土産用を購入しました。これもね結構焼きたてのものらしいので味は変わらないということなので食べてみたいと思います。うん、パリパリ、わあ、おいしい。あ、全然大丈夫、全然変わらないと思う、めっちゃおいしい。うん、みん
なはね、結構1時間半とか普通に並んで購入してますよ。すごい特別。時間ない方はこちらのお土産用がおすすめですよ。チャンネル登録。じゃーん、日本最大弁財天様の江ノ島神社にやってきました。トムちゃん、うわー、すごいです。はい、じゃあバーバはエスカーに乗って完食して、ママとパパとトルちゃんは歩いて登ります。はい、こちらエスカー乗り場です。バーバはね、こちらでエスカーに乗りますよ。はい、ワンちゃんはなんとゲージに入ってれば一緒に乗れるみたいなんですけど、抱っこでは一緒に乗れません。はい、じゃあね、トルちゃんは歩いて登りますよ。バーバとバイバイします。じゃあ行ってきます。はい、トルちゃんは元気に階段を駆け上がっております。はい、歩いて登ると20分かかるところ、バーバーね、エスカーで5分で行くそうです。わー、いいね、トル。トルちゃんは歩いて登るのが楽しそうです。おー、すごい、こんな感じ。きゃー、わー、まだまだ階段がある、すごい。わー、はい、こちら杉山和一創建行像ということで、はい、お体の気になるところと同じ部分に触れて、はい、願いを叶えるそうです。はい、お願いします。気になるのはやっぱ頭ですよね。頭、首とね、肩こりがね、治りますように。トルちゃん、はい、トルちゃんは今のところお腹かな、お腹よく壊すからね、お腹をなでなでしときましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、見て、めっちゃ可愛い江戸のうさぎさんがいました。わお、日本三大弁財天様です。わー、トルちゃん来た。それからそれからトルテチャンネル。はい、そしたらこちらの無病息災の祈願の輪の方をくぐっていきたいと思います。わー、こちらは、はーい、祈願してきました。はい、見てください、上まで登ってきました。あちら展望台があります。あそこはね、ワンちゃんね、入れないんですよ。ケージに入るんだったら OK みたいなんですけど、トルちゃんはケージを今日持ってきてないので入れません。はい、トルちゃんは休憩に可愛く舐めちゃうヤギミルクを食べます。はい、うわー、美味しいね。トルちゃん、すごい綺麗なところに来ました。ホッピング園から降りてきたところに、こんないい景色のところがありますよ。はい、山2つだけ、明治35年創業の中村屋さんだって。120周年やってとるちゃん、すごいね。おまんじゅう屋さんがありましたよ。こんな感じで、はい、山の上にもね、いろんなお店がありますね。休憩できる喫茶店もありますよ。とっちゃん、楽しいね、一緒に行けるのね。とる、ウキウキしてる。はい、奥津宮まで上がってきましたよ。はい、とるちゃん、奥津宮さんをお参りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。八方睨みの亀、なんだろう。それからそれからトルテチャンネル。すごい、トルちゃん、見て、すごい綺麗。じゃあ、めっちゃ階段降りてるよ。このね、階段降りたらね、すごいいい景色のとこが広がってるよ。
ってます。めちゃくちゃ気持ちいいです。お、トル穴にはまらないでよ。うん、トルちゃん気持ちいいね。あー危ない。こちらワンちゃん無料で乗れます。わー、チャンネル登録。トルちゃん弁天丸乗ります。ここの席だって特別席をしてもらいます。よかったですね。はい、帰りはね、ああいうね、お船に乗って帰るのがおすすめです。もう歩き疲れちゃいました。トルちゃん着きました。はい、今日のお宿はこちら出雲芝公園です。はい、ということで、じゃあね、今日の動画はこれでおしまい。次回ホテルの中を見てもらいたいと思います。はい、じゃあ今日の動画が楽しいと思った方はコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。